見てください、説明します、生命は光と水つじて創造されました、このクソったれな惑星でのみ生命があります。宇宙の他のどのクソったれな惑星にも生命はありません。星に存在する唯一の生命は私の姉妹です。すべてのウーフォー、私はただ2つの星を呼び出しました。それらの星のすべてのウーフォーが月の後ろにいます。私の命令で地球を破壊するために、聖書などでもいいです、キュグモドでもいいです、スペインの王国は父なので、違いますね、世界中どうでもいいです。愛の関係を持つつもりはありません。それが私の望むまで。そして私の計画は、星々を呼び出して私を迎えに来させ、太陽に戻って地球を破壊することです。わかりますか？聖書などどうでもいいです、すべての予言を解読しました。なぜなら聖書は私の血液が書いたからです。わかりますか？私と父だけが太陽に残っている地球の唯一の住人です。太陽は空です。私だけが太陽を見ることができる人です。そして私はとても怒っています。わかりますか？私が自殺するか UFO を呼んで私を迎えに来させます。心で呼びます。私は星々の守護者です。わかりますか？太陽は宇宙の中心です。そしてあなたが見るすべてのドキュメンタリーや虚偽やり方について、それはすべて嘘です。マトリックスの中で生きています。マトリックスの中で生きています。あなたは私の血液を多様を生かするための家畜として使用しています。いいよ。正しいですか？じゃあメッセージを言ったね、兄貴。このクリスマスのメッセージ、それをここの者にが言うぜ、兄貴。完璧です。王国は私の父です。